吉野さんこんにちは、まあ、信頼の向こうに詐欺があるそうなんですよね信頼するから引っかかるんですよね信頼してなかったら騙されようがないんですよねうんでも私はね騙されても騙されてもそれでもまた人を信じてみようと思います なぜかっていうと、今まで騙してきた人と、これから出会う人っていうのは全く別人格、別の人間なんですよ。ですんで、自分のしょぼい経験でね、何回も騙されたっていう変な経験しちゃったものを次の人に当てはめるっていうのは、なかなかね、これは、うーん、まああんまりいいことではないのかなと思うんですようん。だから私はね、それでも人を信じてみようと思ってます。そして、またね、 騙されててダメージ受けけるようなななな人間であってはいけないかなと思います騙されて奪われてもどうってことないようなまあ自分になればいいんじゃないかなと思うんですよ。そしてこれもねちょっとアンチテーゼにはなるんですけどもあの自分自身のことが私は信用できないんですよ。 自分自身の考えたことが本当にうまくいくのかなと自分自身で選択した結果が本当に良かったのかなっていつもそういうふうに考えてます。これがだから自己否定論なんですよ。自分を信じるとかね自分を信用するっていうのはちょっとかっこいい言葉になりますけどもそもそも自分のことを信用してたらこんな日常になってないんですよね。自分のことを信用してるからうまくいってないんですよ。だから私はね自分が自分の選択を信じて自分の決断を信じて っていうことが最も当てにならないのでリスクヘッジするようにしてます、うん、で、人はなんでね裏切られるのかっていうのは自分の格が低いからなんですよ、うん、こいつは裏切ってもいいやとこいつの関係なくなってもいいやと思われるような人間だから裏切られると思うんですよねですので私はねいつも反省するんですけども、うん、何回騙されても私はねそれでも人のせいにしない っていうのはそういういことだと思うんですよまされたけどもうまくいかなかったけどもでも信じてやろうと、うん、人が誰かを信じる真は力なりって言いますけども人を信じなくなったらうんまあどんな関係が築けるのかなと思ったんですよねだそれはね誰かに依存してないからこそ人を信用できるんですよ人を信じることができるんですよ信じた人に裏切られても自分の人生には何のさざ波も立たないぐらいどーんと構えてればいいと思うんですよ 人に裏切られたぐらいで、金がなくなってうろたいたりとかね、人間不信になったりとかする、そういう低レベルな人間であってはいけないかなと、私は自分に課そうかなと思うんですよ。まあそういうのも込みで、いろんなね、発信をしなければならない、行動もしなければならない、選択もしなければならないというふうに思っております。ただ多くの方はこんな発想を持てないと思うんで、信頼の先には必ず詐欺があるよと。 信頼の先に詐欺がないとしてもいつ陥れられるか分かんないよとそして誠実な人間でも状況によっては約束が守れないということが結構あるんだよとうんだからねリスクヘッジが必要だというふうに考えてますそして逆に言えばですねリスクヘッジをちゃんとできる人間になっていれば誰かに裏切られても全く全く構わないようなねそんな人の信頼に依存しないような人生が送れるんじゃないかなと。 思うんですよね皆さんどういう風にお考えでしょうかでは失礼します。